モンセギュールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ジロンド圏のコミューン。モンセギュールを流れるドロカはジロンド圏南東部、牛園の地方にあり、モンセギュールは、ガロンル川支流ドロカワ谷を見下ろす高台にある。ラ・コンタンと、サラ、モンティニャックの3つの集落がある。中心となる町は、県道十六号線と六十八号線の交差点にあり、直線距離では、 ラレオルの北東約1 1トル、マルマンドの北北西1 8トルに位置している。町には県道234号線と 668E1 号線も通っている。フランス語の地名、マンセガー及びガスコン語の地名、モンセグーワは2つの単語、ガスコン語のモントとセガーによって構成されている。最初の単語モントは町の名前がフランス語化するに従って、 無音となり、最終的に t を失った。セガーとは確かなことを意味するスアから来ている。イングランドのバスティットが侵略者に対して住民を自然地形上から保護する泥川谷を見下ろす小高い丘の上に気づかれたことが分かっても驚くべきことではない。サントンジゴの離される地域を示す地図。モンセギュールはガス購入地方にあるオイルゴの飛び地。 ラプティット・ギャバシュリーに位置しているモンセギュールは、1265年に、イングランド王妃、エリナー・オブ・プロバンスによって建設されたバスティットである。地元の伝承では、モンセギュールとその周辺は百年戦争時代に、大規模な国士病流行が発生し、サントンジュ、アングーモア、ポワトゥー、オニスカラ移住者が流入し一部が再植民された地域である。 15世紀以降の大量の公文書は、むしろ移住が推進され継続されていたことを示している。このことは、ガスコン人の土地にオイル語の一種であるサントンジ語が話される飛び地ができたことを意味した。こうしたサントンジ語の飛び地は、ラプティット・ギャバシュリー、またはギャバシュリー・ド・モンセギュールと呼ばれ、彼らが話す言葉を、ガスコン人たちはガバイ、またはガバシュと呼んだ。 一方で、住民たちは自分たちの言語をマロと呼び、ギャビッチを、無別語だとしていた。この地域で育った者たちは、サントンジュ出身でサントンジュの言葉を話したが、やがては、ほとんどがガスコン語を話すようになった。今日では、サントンジュ語を実際に話している者はいない。ユグノを戦争中の1562年7月31日から8月1日に、かけ、 町は王軍及びカトリック同盟軍の将、ブレイズ・ド・モンリュックの軍に包囲され陥落した。ユグノーで構成されていた町の守備隊は、全員が虐殺された。フランス革命時代、ノートルダム・ド・モンセギュール教区は、付属するノートルダム・ド・モンティニャックとで、コミューンのモンセギュールとなった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。